こんばんは、イルノミキッチンです。今回はズッキーニとオクラのトマト煮を紹介します。このまま食べても美味しいですし、冷やして食べるのもおすすめです。それでは早速どうぞ。
ズッキーニとオクラのトマト煮完成です。夏野菜がたっぷり取れる美味しい煮込みに仕上がりました。早速飲んでいきましょう。ではどうぞ。せーの、いただきます。乾杯。チンチン。あオクラとズッキーニのトマト煮、こんな感じです。チーズかぶっていただきます。はい、美味しそう。目カーって見開いてるけど、どう？美味しい。美味しいでしょう。うん。美味しい。うんうん。なるほど、こうきましたか。こういきました。今日のおつまみ。はい。夏ですね。夏ですよ。うん、夏のさ、この暑い中。うんうん。クーラーの効いた部屋で、うん、あったかいスープを飲んで冷たいビールを飲む、うん、これ最高じゃね。最高でしょ。あうん、ビール美味しい。ビールうまいね。みさんは安定の札幌黒ラーベエール。私もスーキーです。僕はいつものサントリーさんの BSB 糖質ゼロビール。うんうんうん、これいいね。なんかこういうつまみもいいでしょ。やっぱこのチーズが合う。うん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 。もうこれさ、粉チーズ今回はやったけど、あのとろけるチーズ乗っけてバーナーでバーって炙って焦がしても、それはそれでうまいと思う。なるほど。うん、ちょっとカロリー上がるから、うん、それは今回しなかったんだけど、うん、美味しい。あとはね、冷やして食べるのも絶対うまい。うんうん、冷製スープみたいな。うん、トマト冷製トマト煮みたいな。そうそう、うん、なんだったらこれ冷たいスパゲッティにかけて食べても絶対うまい。あ、確かに。次の日はね。そう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 、うん、そんな風にしてやっていただけると、うんうん、再利用して、うん、ちょうどこれで、うん、この量で4人前くらい取れてるはずだから、うん、残りはそういう風に使ってもいいと思うし、ずずずといかしていただけます。はい、うん、ビールに合う。はい、では今回はこの辺で、せーの、ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。